ブラウン運動にまつわる誤解。ブラウン運動にまつわる誤解とは、日本語で記された文献などにおいて、ブラウン運動を説明する際、溶媒中の微粒子が不規則に動く現象のことを、しばしば水中で花粉が動くと誤って記述されている事例を、指す。これは、専門家でも思い込みで誤りを犯すこと、そして権威に惑わされ実際に確かめる態度を、 変いてしまうことへの継承となっている。1827年、1828年説も、イギリスの植物学者、ロバート・ブラウンは、花粉を観察していた際、細かな粒子が不規則に動く現象、いわゆるブラウン運動を発見した。当初はロバートはこれを生命に由来する現象と考えたが、後に微細な粉末なら、生物に由来しなくても、 この運動が生じることも発見した。1905年にアインシュタインが倍出の熱運動による物理学的事象だと説明した。蒸気においてロバートが観察した細かな粒子は正確には花粉粒から出た細粒子 Tiny Particles from the p o l l Engrains of Flowers PSSC 物理現著であり花粉そのものではない。花粉の大きさは通常 直径30から50マイクロメートル、小さいものでも10マイクロメートル程度はある。対して、水分子は、休憩ではないため場所により差があるが、約0.3ナノメートルであり、花粉に対して、約10万分の1と、あまりにも小さく実際に花粉を揺り動かすには、至らない。ロバートが、ブラウン運動を見つけた粒子とは、 水に浸止し,した花粉が浸透圧のために膨らんで破裂、中から流れ出した添粉粒などのより微細な粒子であった。これがいかにして花粉が動いたという誤った内容に変化したのか詳細は不明だが、研究結果を伝達、または翻訳する過程で起こった間違いに橋を発し、多くの著名な学者までもが誤解を気づかないままに増幅させ、 一般にまでルフする手助けをしてしまったという経緯であると推測できる。ブラウン運動が初めて日本に紹介されたのは1908年に東京帝国大学物理学教授の鶴田健二が表した物理学相話という啓蒙書と考えられている。ただし、この書でブラウン運動に触れた部分はヘンドリック・ローレンツの論文を省略したもので、 花粉云々については記述されていない。しかし、1910年に長岡半太郎が東京物理学学校同窓会学術講演会でブラウン運動を紹介した際、ブラウンが研究していた花粉が生きているように動くのを発見したのが始まりと述べている。続けて、長岡はこの運動から花粉は生きていると考える学者もあったと述べており、完全に 花粉が動いたという誤解をもとに講演を続けている。戦前の日本でブラウン運動が紹介されるような書籍や論文などで、ロバートが発見したいさつまで詳しく掲載するようなことは稀であり、岩波理科学辞典、1935年版では、花粉を観察中発見と、あやふやな紹介が載る程度だった。むしろ詳細に説明したものでは、物理学文献証、岩波文庫、 第2版、1928年に掲載された土井、福物論文、ブラウン運動に水中に入れた粉から溶け出た微細な粒子と正確に記している。ただし、この論文では続けて、採取直後のものだけではなく100年以上保存された花粉にも同じ運動が見られるとあり、必ずしも誤解にとらわれていなかったとは言い切れない。戦後、高等教育の普及と相まって、 ブラウン運動が教科書や科学に関する啓蒙書などを通じて広く知れ渡ると同時にこの誤解も流布することとなった。1949年出版の物理学特本ブラウン運動説では花粉が絶え間なく運動するとある。執筆は花は主芸だが特本はノーベル物理学賞受賞者の浅永新一郎が変している。さらに同年。 NHK ラジオ第二放送の番組、優しい科学で、ブラウン運動を解説した、東京大学物理学教授の平田森さんは、花粉がふらふら動くと言い,い、続けて、実際に見ると幼稚園児の遊戯のようだと話した。平田は、寺田虎彦に訓導を受けた、実験を重んじる、物理学者であったが、彼さえも誤解に囚われていたことを示している。 その後も多くの学者がこの誤解に気づかないまま誤ったブラウン運動の発見説話を記した著作を残している。湯川秀樹の素粒子、岩波新書、坂田昭一の物理学言論、上、国民図書館公開など枚挙に暇がない。辞典類もこの例に漏れず、1953年間理科辞典、平凡者には花粉は不規則な運動をとあり、 戦前には間違いとは言い切れない記述だった岩波理科学辞典も1971年刊行の第3版では花粉が不規則な永久運動をに改定されまるで永久期間を早期させるような不適切な表現に行している。なお、図法版以降は正確な記述に改定されている。1987年の第4版では 水を吸って破裂した花粉から出る微粒子とある。この誤解は現在でも完全には払拭されていない。例として2005年1月5日の読売新聞長官の記事、新春科学特集、特殊相対論から100年2005年は世界物理念では水面に浮く花粉の無秩序な動きなどとブラウン運動を解説している。 これらの誤解を指摘する声は皆無だったわけではない。横浜市立大学名誉教授の植物学者、岩波洋造は、1973年の著書、植物のセックス知られざる性の世界、講段者ブルーバックスで、ブラウン運動を記述した一連の著作にある誤りを指摘、告発した。しかし、植物をテーマとした本性、物理学者が手にすることは、ほとんどなかったと考えられる。 国立教育研究所、現、国立教育政策研究所物理研究室長の板倉清信は、岩波映画、動き回る、粒の制作に関与した際、実際に花粉を水に浮かべ撮影したところ花粉が、全く動かない事実目の当たりにした。岩波洋造の著作やブラウン運動の原点に目を、通して、誤解の存在に気づいた板倉は、1975年3月に、 教育雑誌、のびのび、朝日新聞社、いたずら博士の科学教室に、兄弟、素人と専門家の間として、ブラウン運動にまつわる誤解を解説した。これは、板倉自身も過去の著述において、誤解にとらわれた一人であったことへの反省を、込めていた。東京都練馬区で、学習塾を経営していた、名倉博士は、板倉の解説を読み、 ブラウン運動にまつわる疑問が評解した。科学教室で実験を生徒に披露していたナクラは、花粉を用いた観察を試みたが、世に聞くような動きを全く見せないことに悩んでいた。花粉の種類を検討したり、顕微鏡を疑い高価なものを購入しようとして、夫婦喧嘩にまでなったというナクラは、誤解の存在を知ると、ブラウン運動について記述した書籍を調べた。この結果、 花粉について言及している53冊のうち、明確に花粉が破裂し、中から出た、細粒子が、ブラウン運動をすると知るされたものは、岩波洋造の著作3冊だけだった。この内容を、ナクラは、教育雑誌、人、太郎二郎社1975年7月号に、科学の本の嘘に悩まされて花粉は、ブラウン運動をするかと題して寄稿した。厳密に言えば、花粉が、 ブラウン運動を起こしていないとは言い切れない。ただし、その動きはごくわずかであり、また水の分子はあらゆる方向から突き当たっているため花粉の動きは均質化されさらに視認しづらくなり、ロバートが関節に用いたアントニファン・レーウェンフックの顕微鏡では確認できたか疑わしい。むしろ、ロバートの実験内容を検証できていなかったことを取り上げて問題とすべきである。 単純に、ブラウン運動を観察しようとすれば、集めにくい花粉を用いずとも、塗料や鉱物の微粒子などでも、十分に足りる。平田森さんなど多くの科学者が実際に目にした、ブラウン運動の実験は後者であった。これが、伝聞にあった、花粉が動くと結びつけられてしまい、いつの間にかロバートの発見や事故の体験が、赤も、 花粉を対象とと、ししたたもののようにすり替えられてしまったと考えらられれててまっ考いる。多くの書籍を確認したイタクラとナクラは同じ間違いが欧米諸国の時点などにもあることを確認したが、これらは速やかに訂正されている。イタクラは欧米では原点との紹介が頻繁に行われるのに対し、日本ではそのような作業に立ち返る習慣が根付いていないためと推測している。 また、初期の翻訳にも誤解を生んだ根源がある。PSSC 物理原著にある、Tiny Particles from the Poling r a i n s of Flowers という文を、役所、PSSC 物理、第3版、岩波新書では、粉の小粒子と訳している。これでは、花粉から出た粒子なのか、数ある花粉のうち粒子系の小さなものなのか釈然と、せず、後者すなわち、 小流子イコール花粉という誤解を生みかねない。板倉は当時の教科書の記述も確認しているが、ブラウンが花粉を観察している時に、発見という誤った解釈に陥りやすい表現が多かった。そして、自ら確かめずに、権威のある書籍などを鵜呑みにして引用してしまう。態度にも問題があると、板倉は指摘する。現代、教科書や啓蒙書を執筆する際、 それぞれの分野は専門家が進んでいるため、著者の知見が及び得ない領域に踏み込まなければならない。場合が多々あり、どうしても既存の文献類に頼ってしまうことは、やむを得ない。しかし、そこには内包する誤りを拡大させてしまう、可能性がある。この問題が表面化した一つの例が、ブラウン運動にまつわる誤解だったと言える。本脚注は、出典書籍内で提示されている、 出典を示しています。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。